出た。これは私です。メイ。メガネもちゃんとモデリングされてますね。メガネも。これどのぐらいの人が気づいたんですかね。はい、皆さんこんにちは、小島秀夫です。こんにちは、新川洋次です。はい、デス・ストランディングの裏側を全部見せちゃうと。どうぞご覧ください。最初、これタイムホールの効果というか、で、あのゲームはこの前に洞窟のシーンがあって、そこでも出してます。で、なぜ北米大陸があんなにタイムホールが当たった瞬間に時間が進むので植物が生えて枯れていく様を見せてますね。で、もう一個カニ、カニ最初にデザイナーが手で作りました。カニを見ながら、カニを見に行って、まだスタッフが 3,4 人しかいなかった頃かな。で、左右対称に作ってしまうんで、あのカニのようであってカニ出ないという、リアリティがなかなか出ないですね。手でやっぱ作ってると難しいところありますね。で、 3D スキャン、まあちょっと一番安いやつセットして、うちのスタッフの飼っているカニ、可愛がってたやつ、ちょっと申し訳ないということで、彼を撮りました。で、全部彼です。で、お墓を作ってお参りをしておりますので、こうどん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 生えてきている。こういう早送り映像とかありますよね、はいはい、伸びては枯れて。で、ここでサムの足が映ります。毎回サムの足から、ビーチもそうでしたけど、でここに血がついてるので、これはヒントなんでちょっと覚えておいてくださいね。あのデス・ストランディングなんで、これ座礁なんですね。ストランドなんで、まあクジラとかイルカが海岸に、横たわっているとこから始まる。同じようにサムも横たわってて、カメラがずっと近づいていって、まあ、彼らが起きて世界が見えてくるという、まあ、そういう図式で、やってます。最初の方 の、 カットシーン、今までのシリーズっていうのは、昔のシリーズはもともとあったものっていうのはベースがあったので、そこから僕や、まあ、スタッフがアレンジを加えていくっていう作業ではあったんですけど、今回のデストランディングっていうタイトルに関しては全くゼロからのスタートで、ゲームしてるプレイヤーも始めるとそうだと思うんですけど、デストランディングっていう世界観はどういうものなのかっていうのは、最初はちょっと不思議な、わからない、謎な世界観だと思うんですけど、僕たちが最初作り始めた頃も、そのデストランディングっていう世界観がちょっと本当にどういうものにしたらいいのか全くわからなくて、で本当にその手探りでそのデストランディングの世界観を構築していったっていうような。で、囲んできた遺体、これですね、もうこの血が血みどろです。最初はおしゃれにつけてたので全然わからないんで、ライティングも暗いですからね。で、ここと焼却場でも同じことをするんですけど、そこで BT が彼の血を嫌うっていうのはわかるんで、うん、それから武器が作られるようになります。が出て運んでた時はこういうのはついてない。これカイラル結晶、結晶化してます、うん、あの世の物質なんですけど、そろそろやばいぞと、遺体からに、うん、あの魂が出てくるって。ゲーム中も死体を運んでて、ね、置いてずっと見てると、はい、うん、こういうなかなか見る人ないと思います、ね、それ見たら爆発するんです。その前に焼きに行ってほしいですけど。ちゃんとなるっていうところが、まあ、で、これはまあ出てきてほしくないというか、うん、クッソーって昔あったと思うんですけど、あのネアンデルタル人とかの、そう、体をこう曲げて埋葬する、 あ、はいはい、あれと同じ考え方で、まあ、あのロープでつないでいくゲームなんですけど、まあ、別の意味で縛るっていう意味があるので、うん、まあ、そういうのをメタ的に出してます。で、今彼はフードをしてて、彼は挟まってるんでフードしてないんで、タイムホールがどういう影響を与えるかっていうのをここで感じてもらう。まあ、この辺ではまあちょっとホラーのテイストを見せるんですけど、うん、
それを科学的に解明していく、まあ、この時あのアーネスト・ボーグナインのマキューという映画がありました。リック・ベイカーが特殊メイクをして雨にかけると顔が溶けるというめっちゃ怖い映画があって、怖いので映画館では見てません。あと怖がりですもんね。僕怖がりなんで、スピルバーグもそうですけど、あの SF のサイファイの要素を入れることで怖くなくなるんですよね。あの一見ホラーでファンタジーでスピリチュアルなんですけど、ゲームが進むとテクノロジーが入ってくるんですよ。その装備もそうですし、手錠端末とか、うん、でそこはしんちゃん得意なんで、まあ、ロボティクスとかメカニカルなものって、それを取り入れることで、まあ、人類の英知が、まあ、謎を解明してくれるみたいな、うん、なんで、まあ、怖がりの人も大丈夫だと思うんです。あのスピルバーグも結構怖がりなんで SF にしてしまうらしいですよ。最初はもっとスーツなんかも SF な感じだった、うん、そうですね。最初はもっと荷物を運べるような、うんうん、ただそれでゲームを実際にモデリングしてプレイしてみると、やっぱりリアリティというかこう親近感があまり薄くて、なのでもうちょっとこう現実寄りなスーツにデザインし直して、でいわゆるブルーカラー的な要素を入れたりとかっていうのをしてます。で僕からのオファーは、銃とか装備はあのガンの色じゃなくて、銃の色じゃなくて、あのドリルとかノコギリとか工具の、あの青とかオレンジとか緑とか、ああいう色にして欲しかったんで、なんであくまでも武器じゃなくて装備というか、でまあバランスは取れてるとは思うんですけどね。まああれをサイファイとして受け取る人もいると思うので、例えば洋館を舞台に、ああいうメカニカルなものなく、うん、なんか十字架で戦えたらめっちゃ怖いと思いますね。まあ僕はできない、作れない。PT も 怖すぎて大変やったんで、スタッフはもう全然怖ないじゃないですかって、いやもう怖い怖い怖い、もう大丈夫やって、もうこんな怖いもんないからって、いやこれ怖ないですみたいな。こいつは見えるんですよ、 BB つけてるから。反応してます。ゲイザーがいる、抜こうとします。で彼の頭にこうですね、シワシワだ、シワシワ、歯までダメですね。一瞬で老化していく。普通に雨にかかってるとこうなる、まあ、死にはしませんけど、これをですね、これはあの BB につながってて、これで距離と方向を示すんで、最初に作った映像と動きが違うの皆さん分かると思うんですけど、ゲームをやっている作っていく上でもうちょっと段階を増やしたんですね。あのオレンジになって回転したりっていう、うん、で最終的にここのカットシーンもゲームに合わせて直してます。結構そのゲーム作ってる時に調整がやっぱりユーザーフレンドにするのっていうのは、そうですね、大変でしょうね。最初 2,3 段階だったんで、それだとちょっと距離が分からないので、もっと増やして色も変えました。で信者の方は僕がこうしてっていうオファーをしても、もう関節が増えていくので嫌みたいな。プログラマーもちょっと処理が重いのでやめてくれみたいな。最初こんなサムアップとか全然想定してなかったんですよ。そうです、表情をしたかったんで、表情入れたかったんで、うん、あの BT エリアから出た時もサムズアップとかこう喜んだりするんですけど、まあそれ用に関節入れてなかったんで後で入れた。ここでもう一つの要素で、あの息をすると気づかれる。BT はあの目が見えないので、耳と嗅覚と触覚ですね。でこれはゲームの、まあ、チュートリアルみたいなもんです、うん、で手形が見えて、そういうものを探してるっていう意味ですね。あの彼らはあの人恋しさに寄ってくるだけなんですよ、うん、お化けですからね、うん、で行くとこのモデラーデ君の動きが変わって離れていくっていうのが分かりますね、うん、でここ今扉の上についてますけど、本来は別の世界のもんなんで突き抜けるんですよ、うん、で最初の、洞窟のサムの荷物もそうなんですけど、突き抜けてたんですけど怖くないので、うん、ちょっと途中で変更しました、仕様を。まあ理屈でいくと上に人とは接触しますけど物とは接触しないん で、サムの方にカメラ行きます。ワンカットです、ずっと。
で、人が死んだらどうなるかっていうのをこれから見てもらう。もうカイラル結晶骸骨です。まあこれはヒッグス の, あのマスクにちょっと似てるように、あのあとはエジプトのギアーズにも見える。ギアーズにも見えるオマージュ本当ですか？違う、カメラは1個であるべきだと思います。カットシーンも1つで入って、でゲームにすごくスムーズに入って、ゲームのカメラって自分で操作するので1つなんですよね、モードを切り替えたとしても。でスムーズにカットシーンにつながることで、まあ自分のカメラで冒険をしてるみたいな。でデスストランディングもなるべくワンカメでこう、スクリーンの中で情報を一つずつ見せながら、演出をしていってるんですけど、やっぱりそのノーマン・リーダス、マッツ・ミケルセン、レアさん、リンデさんっていう俳優さんが出てるので、まあ、フランス映画みたいにカメラ、日本映画みたいにカメラ引いたままではちょっとファンがもっと見たいと思うと思うので、なんでワンカメで行きつつも夜とか夜俳優さんたちの表情とかを見せるっていうのを、まあ、意図的に何回見てますね。これですね、このこういう感じですね。この表現結構難しくて、これが難しくてですね、はい、全く見えないとわからない見えてしまうと良くないんで、怖くないし、うん、こうだいぶ悩んだところですけどね、はい、まあ多分10人いたら7人ぐらいは見えたんですよ多分ゲームの賛否と同じぐらいな比率じゃないですか半々で中から出てきたゲイザーが探していると。でこのまま行くと捕まる、ここですね、血がこの、はい、だいぶ光らしました。これ、サムの血が、BT に効くっていうのは分かるところですね、ここに。まだ全然その血が、うん、的に効くっていうのは、うん、この世界の人からすると BT は倒せないっていう、それが常識なんですけど、ここですね、この煙が、これこの後の焼却所でももう一回同じことを起こします。で彼の血を嫌ってゲイザーが迂回していく、ゲイザーに捕まるとどうなるかがここから見ます。でここですね、これも開いた、これも結構ね、いますか、この辺に見えないですけどいっぱいあるんですよ。で彼は BT、BB とへその緒でつながってるので見えてます、見えてます、彼は捕まったので、もうタールからハンターというやつが出てきて連れていかれます、これ怖いんですよ、これ後でゲームで体感することになります。なんでまずはカットシーンでどうなるかを見てもらう、はい、で彼がしようとしていることは、このまま生きた人間が連れていかれるとボイドアウトするので、その前に殺そうと、はい、で手首、まあ打たないといけないんで、はい、死にました、一発で、はい、ヒッグスが宙に浮いて現れると、はい、ヒッグス、これですね、BB ポット持ってて、ちょっと形は違います、オデラデグみたいな、うん、はい、で黄金のマスクをしていると。オデラデグが十字になります。もうこう最悪の状態ですね、うん、これになるとめっちゃ怖いんで、やばい状態、やばいです、ね、で下からタールが、あ、赤ちゃん BB、BB がもう怖がってます、丸まってしまいました。浮いてきて沈みます。これゲーム中でも同じですね、うん、で彼に見えてるんで、この辺にデザインの、うん、出た、これは私ですみしんちゃん出てないでしょ、僕は出てない、しんちゃん出ないわ、メガネもちゃんとモデリングされてますね、メガネもねこれどのぐらいの人が気づいたんですかね、うん、で BB を託して自分は死のうとします、うん、でここも、まあ、ないノーマン泣いてますよね、ノーマン、これなぜですか、これはカイラルアレルギーといってアレルギーなんですけど、うん、最終的にこの世界の人はアレルギーで泣いてるんですけど、本当の涙を流します。最後このゲームって、まあ、たった一人で世界をつないでいきます。でも途中から自分みたいな人が世界中にいる、お互い見えないんですよね。で BT と人間もお互い見えないんですよ。であの世と接続するとちょっと中から見えるんですけど、要は生と死があって、まあ皆さんの中でも大切な人は亡くなったりしてると思うんですけど、両親とか友達とか、死の世界に行ったとしてもやっぱりどっかにいるはずなんですよ、見えてなくても。なんでそういうつながりです、生と死っていうのは切り離せないというか、ずっとつながってるっていうのを分かってほしい。
というのと、このゲームって海からまあクジラとか、BT が上がってくるその恐怖なんですけど、そもそも生命って海にいたんですよね。で水中で生まれて地上に上がって歩行して今の我々があるんですけど、なので海っていうのは自分たちのスタート地点であるはずなんですけど、なんでそれと生と死と同じだと思うんで、自分たちが来たところから来るものをそれを怖がる必要はないので、なんでまあホームタウンというかふるさとというか、なんでそことは必ずつながってるっていう、まあそういうテーマです。で死のうとして死ぬ、これがですね、このモーション大変やったんです。どんどんこれロープで引っ張ってるんですよ本当に。まあスタントマンですけど、うん、結構大変でした。何かに掴まれて、もう銃も落としちゃいましたからね。そうですね、銃も自殺できない。これドライバーしたんですね。あ、死んじゃって、彼も死んじゃったからいいんですけど、でナイフでこうですね、はい、はい、自分死ぬと。首を切りたいんですけど、ここあれがついてるんで、うん、そのまま BB ポット取ってへそに当てると反応してこれですね、この最悪の状態ですね。これやばいですね。さあここにカメラの位置最高ですね、うん、これも大変な、ね、でこいつもこのへその緒でつながってます、うん、巨人で、ちょっとこれあるじゃないですか、まあ、手はないのは意図的にデザインして思ったんですけど、顔に手があるんです。これ実はですね、最初こんな形じゃなくて立ってたんですけどあ、そうだこれバグでなんかこういう絵を見てこれも最高やということで、こっちの方がいい、はい、最初こうゆらゆら揺れてた。いや最初ね、縦に繋がってたんですよ、上に。あ、肩から、うん、肩から上に繋がってたんですけど、これバグで出てあまりにもかっこいいんで、これ手のやつはそのんです、うん、そうこれやって思ったのね。まあ顔に手があると。これまだ死んでないってことですね。死んでないですね。これに食われるっていうか手で握られるってことですね。でボイドアウト、はい、ようできてますねこれこの頃はゆっくり作ってたんでね。かなり一つのデモものすごい長い時間かかってましたね、調整から何か。まあ、特に一応何もなかったのは最初のトレーラーですけど、シューティングするつどその台本はできてるので、で、まあ、順番に説明をして、ディテールがどんどん彼に伝わっていったって感じなんで、なんで、まあ、ストーリーボードとかありましたけど、やっぱり詳細のものはまだディテールがなかったりしたので、そこは口頭で説明して、で僕の方もそのこういう設定ですと言いながらも後々ちょっとこっちで変えた部分もあるので、うん、まあテレビシリーズの撮り方にちょっと近いんじゃないですか。まあつなげるゲームなんで、世界をつないでいただいて、まあつなげることがどうなのかって感じてほしいんですけど、ゲームプレイをしてていろんなことを感じると思いますけど、そういう人たちが世界中にいっぱいいて、その人たちとつながることがどういうことなのかっていうのを考えていただいて、そのつながるっていう部分を自分のリアルな生活に持ち帰っていただいて、そこから皆さんまあ自分で行動していただくというか、そうなればいいかなと思ってます。